まあ歯を磨くとかね、そういう気持ちだと思うんですよね。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言は流れ音屋さん、流れ音屋さんの名言で、努力を癖にしてしまえば苦労せずに成功できるだろうということで、流れ音屋さんのプロフィールをお伝えしていきます。流れ音屋さんは謎々作家研究家、ダジャレ怪文研究家、1967年埼玉県東八津山市生まれ、東京工業大学法学部経営工学科、現経営システム工学科卒業後、大手市場調査会社シンクタンクなどを経て、国内初の CRO 医薬品開発研業務受託機関であるシミック現シミックホールディングス東証第一部上場の黎明期に入社、データマネジメント部門のリーダー兼開発者として、データベースシステム開発やデータ処理業務などに従事する。同社のジャスダックへの IPO 株式公開、その後の東証二部上場に伴い、サラリーマン生活に終止符を打ち独立ということで、努力を癖にしてしまえばと、なんですけれども、努力と言いましょうか、毎日のルーティーンを癖つければですね、苦労せずに毎日こう、やらなきゃ気持ち悪いということになると思います。私も、そこまでね、癖づくと言いましょうか、ほぼ毎日いろいろやってるんですけれども、運動とかね、することに関しては、特に、やっぱ気持ち悪いなという気持ちとですね、今日なんか、実は雨だなので、撮ってる日は雨なので、今日は一日お休みできるかな、なんていう思いとね、いろいろありながら、苦労せずにじゃないんですけれども、気持ち悪いなっていう気持ちにはなりますね。努力を癖にって言いましょうか、なかなかこう、癖にすることって難しいですよね。毎日こうやらなきゃ気持ち悪いっていうのは。歯を磨くとかね、そういう気持ちだと思うんですよね。私も歯を磨くなんかもそうですけれども、朝ごはん食べるとかね、その時間に食べるとかね、この時間に動画撮るとかいうことをいろいろやっぱり気持ち悪いなと思いますし、休みの日はね、これをしなきゃ気持ち悪いという感じでですね、私もそう感じながらやってますし、かれこれね、もうこの YouTube 撮るのもですね、3年ぐらいやってますので、慣れてきたといえば慣れてきましたし、何をすべきかということもね、だんだん分かってきてますので、そんなね、ことで、癖づいてるかなと思います。努力ほどまではいかないですね、やっぱり。毎日のこのルーティン化にすれば、気持ち悪くてね、やっぱりやっちゃうという気持ちになります。流れ音屋さんみたいですね。今、先ほどのプロフィールなんかすごいなと思って見てます。本当に、東証ね、1部とか2部とか、IPO されたりとか、すごいなと思って見てましたけれども、私もそれぐらいのね、人間になれればいいかなと思ってます。なかなかね、今、1部とか言わないですよね、東証は。確か、グロースとか、スタンダードのグロースとか言いますけれども、そこに上場するだけでもすごいなというところがあるのでですね、頑張ってね、私もそういったところを目指してやっていきたいと思ってます。東証に上場するっていうのはすごいです。何でもそうですよね。どこの市場にも上場するっていうのはすごいことですので、そういった会社をね、私も作っていきたいなと思いつつも、まだまだそこまで全然到達してないのでですね、どうやってやっていくかということを日々考えながらやっております。今日もね、一生懸命やっていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録
グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。